ツイッターでは言ったんですけど、ちょっと9月中動画をお休みさせていただいておりまして、とてもお久しぶりになってしまいました。シェイシェイ、私もふーちゃんも相変わらず元気ですので、ご心配なさらず今日はちょっと最近この休んでる間とかにね、買ったもの、秋物の購入品紹介をしたいなぁなんて思ってます。結構お洋服だったり小物だったり、バラバラのバラなんですけどバラバラのバラなんですけど、適当に紹介していきます。まず最初にご紹介するのはこちら。何こちら。こちらサマサモスモスで買ったワンピースでございます。すごいね、ここの胸元の柄が大変秋らしくなっておりまして、可愛いです。可愛いです。これはね、買いました。これを着てですね、すごい秋っぽい写真をたくさん撮りに行ってきたんですよ。でそれをインスタに載せてるんで、もし今この中でインスタフォローしてないよって人がいたら、よかったらお願いします。本当にお願いいたします。ねえふいちゃんね。そしてもう一つ、こちらのニットでございます。こちらもサマンサモスモスで一緒に買いました。なんか私的にサマンサモスモスとかの好きなところは、やっぱちょっと可愛いデザイン、ちょっとやっぱり細かいところが可愛くなっているっていう、この例えばこのギザ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 、なみ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 が可愛いじゃないですか。ここがこうまっすぐじゃなくてなみなみになっているところとか、ここも全部なみなみになってるのね。なみ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 それがすごい可愛いなと思って、ふーちゃんは足にいますそうだから、なんかこうなんかね、あすごいなんか秋のニット着るとすごい女子力上がった気がするみたいなね何がやで、結構ね丈は短めなんですよ。ちょっとね、今このワンピの上から着ちゃったけど、微妙な季節、この夜とかの肌寒い季節にこうやって羽織るので着ても可愛いし、こうやって閉じて中にこう首まであるインナーとか着て、他のものと合わせたりしても可愛いなって思ってます。よいしょ、はい、よいしょ。そしてもう一つ、サマンサモスモスでの購入品でーでん、こちらはですね、バッグですまあ見たらわかるよな。これはですね、なんと私の母親に買っていただきました。お母さんに買ってもらいました。可愛くないですか、秋っぽくて。この秋冬にたくさん使おうと思ってます。やっぱ私ね、こういう肩にかけるタイプの、なんだろうな、カバンが好きですね。でちょっと小さめのカバンがね、やっぱりね好きですね。中はまあこんなぐらいですね、ポケットがついててとても可愛いです。で続いてご紹介するのがこちらなんです。ドゥルン、アフタヌーンティーで買った水筒です。これねめっちゃちっちゃいんですよ。ふーちゃんと比べるとこのぐらいです。この花食べれへんのよ。これはですね、なんで買ったかというと、このまあ小さいバッグがもともとすごい好きで、こういうバッグに 500ml のペットボトルとかを買うと、入らないことはないんだけど、かなりすごい大きい容量を、閉めてしまうので。でもさ、その自販機とかでさ、このちっちゃいサイズのさお水とかをね、まあ、買ったりもしたんです。そしたらすごいちょうどよく収まってはいいなと思ったんだけど、でもやっぱりなんかこうさ、100円と110円とかだったりするじゃん。その 500ml が110円で、そのちっちゃい水が100円みたいな、倍ぐらい違うのに10円しか変わんないのみたいな、だったら 500ml みたいな感じで、基地なんで買っちゃったりすることが多くて、あのちっちゃいサイズに100円払うのってめちゃめちゃ尺じゃないですか。めっちゃちっちゃいんだから60円ぐらいにしてくれたらいいのにすいません、水もいろいろあると思うんで、水にもいろんな事情があると思うんで、これ以上は特に言うつもりないですけど、私はこういう形を取らせていただきましたこれ絶対こんなんじゃ足りないじゃんって思うじゃん。私も水めちゃめちゃ飲むタイプだから、こんなんじゃ全然1日足りないんですけれども、帰り足りないんだけど、友達と飲みに行く時とかご飯に行く時とかに、行きと帰りの電車このサイズぴったりです実際お店とかに行ったら、そこで飲み物とか飲むじゃないですか。その行きと帰りの電車とかだったらめっちゃちょうどいい。なんかむしろちょうど飲みきれるから無駄ないみたいな。このカバンに入れるとこんな感じですっぽり収まって、でこう閉めてもね
全然大丈夫なんで、なんといっても可愛くないですか。普通にここがアフタヌーンティーってこう文字が書いてあって、でこう蓋開けるとこういう風になってて漏れにくい構造。いっちゃね、サイズ感的にもちょうどいいし、柄も可愛いし、サイのコウって感じで買わせていただきました。ありがとうございます。そしてもう一つアフタヌーンティーで購入したものがあります。騒がしい。それがこちら、デレンテンテッテーン、コスメボックスでございます。レースっぽい柄が入ってます。可愛くないなあ、ふーちゃん、なあなあ、かわいいね、ふーちゃんがかわいい。中はこんな感じで結構容量が多くてね、ここにまあ、あのアイライナーとかで、ここにブラシが入れられて、こっちにはこうリップが入れられたりとか、リップポケットがついてたりとかして、すごく可愛くて、うん、いいですね。というのを買わせていただきました。ありがとうございます。ねふーちゃん、そして続いてこちら、デデン。今座ってたんですけど、こちらニトリで買ったクッションでございます。可愛くないか、可愛いんじゃないだろうか。ちょくちょく家族だったりね、友達とかが来てくれる機会があるんですけど、まあ基本的にこのベッドの下でこうやって座ってこうやってテレビとか見る感じのが多いんですけど、なんかこう硬いね、やっぱ。ピンク好きなんですけど、一応ピンクとこの2色で買わせていただきました。そして最後にこれはおまけなんですけど、マスク、私最近すごいね、マスクを可愛いのでつけて出かけるっていうことにハマっておりまして、もう本当にマスクつけることが当たり前の世界になっている、この世界は。なっているため、なんかせっかくならそこにも楽しみを見出したいし、可愛いのつけてこうテンション上げたいなみたいな感じで、ふーちゃんもテンション上がってるし、可愛いマスクをつけたいなと思ったんですよ。こんな毎日つけるんでしたら、そうなんでしたら可愛いのつけたいなと思って、お花柄になっててな、可愛いね。うん、これもね結構似てるんだけど、じゃあちょっと結構白でお花柄になってて可愛い。これは結構派手めなんですけど、さくらんぼのやつ、これはすごいインスタにも載せたんだけども、可愛くて気に入ってます。派手かなと思ったけど、意外とつけてみたら可愛くてすごくお気に入りです、というおまけでした。というわけで本日は秋の購入品紹介をさせていただきました。イエーイ。まあ結構ね、秋は短かったりもしますけど、すごくエモくて切なくてこう素敵な季節だと思うので、短い秋を楽しんでいきましょう。バイバーイ。